熱中症対策の知識を学ぶ特別講座講師はポカリスエットでおなじみのあの会社です愛知県豊田市で開かれた講座は大塚製薬の社員が講師を務め体内の水分が失われ体温調節反応が低下して起きる熱中症の仕組みや対処法などを解説。市民団体や市の職員など100人ほどが参加しました 終了後の理解度テストに合格した人は熱中症対策アンバサダーとして地域や職場で熱中症対策の啓発や普及活動に取り組むということです。